ジャイアンツのエース菅野が先発。その立ち上がり三者凡退に抑えました。その菅野を援護するジャイアンツ打線、スワローズの先発スワレスから坂本が第6号のソロホームラン、ジャイアンツがまず先制。そして3番のウィーラー、坂本に続いて2者連続、これが第5号ソロホームランになりました。好調をキープしているウィーラー。さらに菅野に対しては援護点は3回の裏、満塁から岡本、ライトへの犠牲フライ。エース菅野にとってはもう十分という序盤に3点のリードになりました。4回の菅野です。このイニングは三者凡退、クリーンナップ3人で退けましたが、まあ、結果今日の試合はこの4回でマウンドを降りるという菅野、何かアクシデントがあった模様です。その菅野を受けて2番手として5回から野上がマウンドに上がりました。代打塩見がレフトへのタイムリー、これで1点を返して3対1、2塁ランナーは3塁へタッチアウト。今日は3イニングを投げて、その3イニング目7回、この3イニング目をしっかりと抑えて、あとは打撃陣の反撃を待ちたいところでした。ジャイアンツは2点のリードで8回、中川、塩見が第4号のソロホームラン、これでスワローズは1点差。村上が同点タイムリー。なおも新外国人のオスナ、マウンド上は桜井に代わって、これが勝ち越しのタイムリー。ついに8回に試合をひっくり返します。なおも攻撃の手を緩めないスワローズは8回、ツーアウトながらランナー2塁1塁でダブルスチール、まあ、これがその次の1点につながりました。青木の止めたバットに当たる打ち取った当たりではありましたが、ボテボテ、3塁ランナーが帰ってタイムリー内野安打になりました。これでスワローズ2点のリード。しかし8回、坂本が今日2本目のホームラン、バックスクリーンへ第7号ソロホームラン。2年ぶりのリリーフ登板となった井納、9回の表、もう一度ジャイアンツを突き放すというスワローズサンタナの第4号ソロホームラン。2点のリードをもらって9回の裏、守護神石山、最後は松原を抑えてゲームセット、見事な逆転勝利、今日のスワローズでした。試合は6対4でスワローズが勝ちました。勝利投手田中吾、勝利投手田中吾、敗戦投手中川。